まりを蹴る場所のこと、まり場所、まりにはまたまりつぼというふうに呼びます。で今日は竹が4本立っておりますけれども、この場所に本体のまり庭ですと松、桜、柳、楓の4種類の木が植わっておりま植えます。4種類の木を植えまして、まり庭というものを作ります。勝負をしないということです。勝負がありません。勝つまでというものがありません。一つの鞠を皆で蹴り合って、相手にできるだけ蹴りやすい鞠を渡して、長い間地面に落とさないように蹴り続けることを楽しむというのが特徴です。